ちゃくちゃの続きからやってきますよ。ゴーキちゃんに会いに行こう。ゴーキちゃんに会話変わってたら嬉しいな。あ、でもやっぱ美月先輩、どうしよう。いや、たまにはゴーキちゃんに会いに行こう。まだ土曜日だしね。うんうん。白田先輩、歌を捨ててクォーツのために犠牲になろうとしている。ほら会話違うもん。これ日にちごとに違うんだよ。やっほー。お、ゴーキお疲れー。ウィス。あ、ゴーキちゃん。あ、マレちゃんって言うんだけど怒られちゃう。最終公演の稽古どう？入る。最終公演読書2つもあるんでしょ。噂が広がってる。緑川先輩が稽古つけたって話してたよ。うん、いろいろ教えてもらったんだ。そうだ、マレちゃんにも歌の稽古つけてもらったら良くなるかも。教えてくれる？あー違うなー。何？え？私が教えられるのは息の抜き方。おい！ってことで遊びに行こう。え、あ、あー、なんか心配してくれてんのかな。息抜きもたまには大事だよって。まあ1年生でな、ジャックエースっていうね、プレッシャーかけられてるからな。うん、心配してくれてるんだろう。いい子ばっかり。あったかい紅茶とケーキ最高。本当女の子。マレちゃんありがとう。リラックスできたよ。ハイルは頑張りすぎなんだよ。ああ、そうなのかな。ね。あ、間違えた。ねえ、マレちゃんは歌が好きでユニベールに入ったんだよね。まあそうかな。もし歌があんまり歌えなくなって、ダンスとかお芝居とか、あと組長の仕事とか引き受けることになったらどうする？やだ、緑川先輩がやってるやつじゃん。無理、やだ。うん、大変って自覚してるんだね。それに、それじゃあ私が私じゃないみたいじゃん。辛いだけだよ。そんなん言われたら美月先輩俺助けなきゃ。そうか、そうだよね。辛いのか。そうだよね、美月先輩ずーっと練習してきてたもんな。その夢は俺は奪ってしまったと。極悪非道なのか俺は。誰に会いに行こう。多分ね、ここら辺みんな見てんだよ。あ、でも図書室、これは知らないな。多分知らない気がする。一応スキップ押してみっか。これでスキップしなかったら見てない。君。あ、見てないわ。お疲れ様。あれ？それアンバーの公演映像？お、戦う気まま？うん、田中美希先輩が出た舞台。なんだっけ、我しなりか。我しなり以外も見てみようと思って。田中美希先輩、入学した時から圧倒的なんだ。一人だけ次元が違う。なんだか自分に置き換えていろいろ考えちゃうな。もし僕が一つ年上で白田先輩たちと同じ77期生だったらって。入学してから卒業するまでずっと一緒。個人の金は常に田中美希先輩のもので、クラス優勝だってままならない。僕なら一度は逃げちゃうかも。前科持ちだしね。うん、そうだな。いや、言い方よ。だからそんな中でずっと戦ってきた2年生の先輩たちってすごいな。でもだからこそ77期の先輩たちは76期の先輩たち卒業後のユニベールの姿が残酷なくらいリアルに見えているのかもしれない。まあ確かに田中美希先輩の独壇場になりそうだよな、ユニベールが。一体どんな風景なんだろうね。それを俺たちで変えてくのさ。78期生と77期生で。あ、授業だ。箇所もマックスやかんな。ランニング走ろう。あ、イベント。王国キルゼ、今宵も幕が開く。ここでキルゼの団員全員でダンス。橘君、前に出て。はい。よし、いいよ。ギャラリー完成。わあ、シシア、シシア、最高だったよ。ありがとう。今日のクラス稽古はここまで。あとは各自不足分を補って。白田君はカルロに馴染んできただろうし、ここでもう一度彼女について掘り下げようか。あとは公演全体のことについてもね。わかりました。緑川先輩たちの話を聞いてから意識してみると、白田先輩、脚本や演出に関する指導も受けてる。じゃあ緑川先輩たちが言っていた通りになるの？クォーツを支えるために
歌まで犠牲にしてしまうの。はいはい、すいません、また選択肢にむせた。受け入れなきゃいけないの、そんなの嫌だ。もうこれそんなの嫌だでしょ。そんなの嫌だ。だって城田先輩は歌うためにユニベールに入学したのに。立花、お前今からどうすんだ。あ、鈴くん、歌の稽古があるんじゃないの。あ、そうだね、歌わないと。読書大変だよな。手伝えることがあったら何でも言ってね。ありがとう。じゃあ行ってくるね。なんかこう主人公はさ、この二人がいっぱい支えてくれるけどさ、美月先輩を支えられるのってきっと今の主人公だけだからな。そこも結構大変だよな、立ち位置。大丈夫かな。班長先生、音楽室にいるかな。おや、立花君。あれ、なんで。イケメン先生。高根先生、お疲れ様です。ちょうどよかった。授業で提出してもらった君の課題を預かったままだったんです。お返ししたいので、ついてきてもらってもいいですか。わかりました。職員室ですか。ああ、いいえ、アンバーの稽古場です。え、では行きましょう。おいおい、引き抜きか。ダメだぞ。はい、こんな状況で行くわけないだろう。アンバーの稽古場、いかんぞ。俺も美月先輩とペア組んでんだよ。失礼します。お神の神よ、東を見昇乱したまえ。やばいね、キャラ入ってんね。呪いたまい、怪我したまえ、噛み噛むながらたたりたまい、最悪与えたまえ。桃なしもこういう演技できるんだね、ちょっと意外。すまし顔であの熱演してるのがちょっと笑っちゃうけど。神谷くんと桃なしくんが稽古してる。アンバーの演目、我しなりだ。私に父の仇を討つお力添えを。そのためならば全てを捧げましょう。この血も肉も骨までも。父親を殺されて水神の社で牛の国参りをしている滝姫を二人で演じているんだ。田中美希先輩はいないみたいだけど。水神様、水神様、水神様、すべて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 。アンバーの稽古場に凄まじい怨念が渦巻いている。あの二人の演技が本当に人ではないものを招き寄せているみたい。アンバーがすごいのは分かってた。でも今までとは気迫が違う。こんなにすごいものを作っていたなんて。おやおや、熱心ですね。さてと、課題は確か準備室の方に。ここで待っていてくださいね。課題？あの、ここで待っていなきゃいけないの？握りつぶされた空気しかないようなこの場所で。しかもクソ気まずいし。そんな仲良くないんだけど俺あの子たちと。目をそらしたらダメだ。この場所から得られるものがあるならそれを持ち帰らないと。でも、お神の神、尊き尊き我が御親の神よ、どうか父の私の仇を。血の汗が吹き出しそうな演技。ああ、演技じゃない、本気だ。二人は父親の仇を討つため命を削るように祈ってるんだ。田中美希先輩と同じ舞台に立つにはここまでしなきゃダメなんだ。このアンバーと私たちはこれから先戦っていかなきゃいけないんだ。
おい、虫がいいんぞ。ほら、案の定絡まれた、先生。うつり、タガネ先生が招いたお客さんですよ。誰が招こうが虫は虫だ。チラチラうざってんだよ。どっちに飛んだらいいのかわかんねえで、フラフラじゃねえか。迷いのある人間がアンバーの稽古場を踏んでんじゃねえよ。ああ、待たせてすみませんでした。いや本当だよ、まったく。立花君、これ課題です。ありがとうございました。失礼します。え、どういう意図があって呼んだの？どういうこと？言い返せなかった。何も、気持ちがぐらついてるせいだ。主役を任されて、これからもユニベールにいられるようになったけど、こんな不甲斐ない状態じゃみんなに顔向けできないよ。なんか打ちのめされちゃったの。アンバーのこと考えちゃうけど、気持ちを切り替えて今日も稽古やらないと。立花。あ、先輩。あ、おはようございます。じゃあまた稽古で。大丈夫？一回励ましてもらった方がいいんじゃない？彼氏に。立花？やっぱな、気づいちゃうよね。あからさまに心揺れ動いちゃってんもんね。震えてるもん。あ、先輩じゃない、先生。お、なんだ？お、お前の公演についてだ。どう？この調子でレッスンを続けていけば、最終公演の個人賞で金賞が取れそうだ。やべえな、俺。お前は本当に優秀なユニベール生だよ。お前が最終公演の主役だ。クラスのために、お前自身のために、ユニベール劇場の舞台の上、輝いてくれ。このまだレッスン期間があるのに、ここでネタバレされちゃうのちょっと悲しいよね。ああ、そうなんだ、みたいな。なんかとりあえず1個だけ特化しとけば勝てたりすんのかね。どうなんだろう。なんかやり直すのも結構大変だから、挑戦する勇気が湧かないんだよね。走ってる。鈴くんとの好感度上がっちゃう。ダメだな、アンバーの剣引きずってる。白田先輩があんなに頑張ってるのに、私は何してるんだろう。部屋で台本を読み直そう。大丈夫か？なんだ？ほら、心配してくれてるもん。助け求める？立花は？稽古終わった後、すぐどっか行きましたよ。音楽室か。いつもならそうなんですけど。3年の先輩たちは、クォーツに残る私たちのために最終公演のクラス優勝を諦めた。白田先輩は自分を犠牲にしてまで先輩たちがいなくなる穴を埋めようとしてる。だったら私は。白田先輩、今ざわついた。この感覚。またジャックをやらされているのか、立花。来たな。ダメだよ、もう絶対行かないからね。田中右先輩。冬公演、お前がユニベールの舞台に立つために捧げた犠牲は最も価値あるものだった。え？一体何のこと？その重みは命を凌駕し、どこまでも死に近い。お前も分かっているだろう。お前はユニベールの舞台に立つために
ユニヴェールの舞台に立ち続ける権利を捧げた。まさか女だってことがバレようが、女を演じると決めたことを言っているの？田中美希先輩は私の舞台を見ただけでそこまで読み取ったの？すごいよね。本当、舞台にかけてる思いが強いからこそ気づけたんだろうな。田中美希先輩はどこまで私のことに気づいているの？舞台の上で見たお前の息吹が俺の魂を高揚させた。やはりお前は俺のため生きるべきだ。我しなりの滝姫を演じられるのはお前しかいない。え、我しなりの滝姫？神谷くんと桃梨くんがいるじゃないですかね。そうだよ。あそこまで頑張ってるのにね、それでもやっぱり主人公引き抜きたいってよっぽど期待されてるよね。神谷くんと桃梨くんがいるじゃないですか。ハンバーの稽古見ました。神谷くんと桃梨くんの滝姫は同じ空間にいるのが耐えられないくらいの怨念をはらんで水神に、いえ田中美希先輩に祈っていた。あの二人こそ命を懸けて演じている、命を削って演じている。田中美希先輩のために。確かに今のあいつらなら二人がかりで俺の器になり得るだろう。おお、認められてる。だが俺は命を削ることを求めているわけではない。ただひたすらに高みを望んでいるだけだ。我しなりはネジ先輩が俺のために書き下ろしたもの。あ、そうなんだ。しかし真の完成を待たずネジ先輩はクォーツへと去った。だったら滝姫を演じることができるのは私ではなくネジ先輩なんじゃないですか？あの人は滝姫ではない。あの人の才能は空から地上を見渡す鳥のように俯瞰的だ。人間に対する飽くなき好奇心が人間らしい苦悩とあがきを見せる不完全なクォーツを宿り木に選んだ。俺とは目指しているものが違う。私もクォーツ生です。お前はネジ先輩とは違う。お前の体は知っているはずだ。俺の手を取れば高みを目指せることを。導かれるように体が動く。心が柔らかくほぐれていく。俺の手を取れ、橘。お前の迷いなど消し去ってやる。私は。お前だって分かっているだろう。お前の五感が常に俺を追っていることを。そんなこと。俺が一目見やればお前はすぐ俺に気がつく。確かに。俺がお前の前に立てばお前は俺から目を離すことができない。お前の才能も俺を欲しているんだ。私は。そいつから離れろ田中美希。おお、止めに来てくれた。ごめんすげえ空気読めないとこで変なボタン押しちゃった。クイックセーブ。白田先輩、かっこよ。何度も何度もしつこいんだよ。いい加減諦めろ。おお、この巨体に、この腹筋バキバキの怖い人に、もう臆することなく立ち向かっていく美月先輩、かっこよすぎません？女の顔じゃないもん、これ。彼女を守る彼氏の顔だよ、これはもう。いや、可愛い後輩たちを守る先輩の顔だな。それに、こいつは僕のパートナーだ。勝手なことをしてもらったら困る。パートナー。なるほど。それでか。何がだ。透明な器は器に注がれた人間の心の奥底まで浮き上がらせる。いわば映し鏡。橘の不安はお前の心の濁りを映したせいか。
諦めの目だ。お前がいつも握りしめていた歌という小さな誇りさえ消え失せたようだな。小鳥がさえずることさえ忘れたか。お前図星か。今年は諦め来期にかけるということか。ネジ先輩らしい賢明と言えるだろう。76期の卒業とともにクォーツはひび割れ崩れていく。崩壊していくクォーツを保つためその身を捧げることになるのは誰だ。お前どこまで。田中美希先輩は城田先輩が犠牲になることが分かっているの。でも城田先輩の様子がおかしい。クォーツのことに口出しするな。行くぞ橘。痛いとこ疲れたんだろうな。田中美希先輩なんかちゃんとその状況とかも把握できる。やっぱすごい人なんだな。なんかとんでも野郎だと思ってたわ。城田美月、最も優れた器は誰だ。礎となり犠牲になるのは。やめろ。主人公のこと考えてやれって遠回しに言ってんのかな。立花だ。クォーツのために犠牲になるのは立花だ。透明な器は瓦解しつつあるクラスを維持するためその際でもって全ての歪みを受け止めるだろう。私がクォーツの器だが、そんな壊れかけの場所に橘を引き止めること自体無益なことだとわからないのか。すでに答えが出ている。橘は使うべき才能を持て余し動けずにいるのだからな。お前の濁りによって。お前、橘の才を無駄に終わらせたくないなら俺の元に来るべきだ。城田美月、お前では橘を導くことはできない。田中美希先輩。城田先輩。くそ、誰が相手だろうが、いつも自分の言葉で話せていたのに何も言い返せなかった。アンバーの稽古を見た時の私と一緒だ。先輩たちの卒業後クォーツは弱体化する。その穴を埋めるために一番犠牲を払うのは間違いなくお前だ。お前がみんなのために自分のことを後回しにして一人重圧を背負う姿が見えるんだよ。だからそうならないようにやれることは全部やろうと思ってた。結果的にお前に隠し事を捨てることになった。なんかそんな簡単なことじゃなかったんだな。俺は美月先輩が器になってみんなを支えるって思ってたけども、美月先輩は主人公のことよく分かってたからさ。主人公がどうしてもみんなのこと大事で助けに行ってどんどん器になって支えきれなくなって崩壊してくっていう未来が見えたんだろうな。すげえわ美月先輩、さすが彼氏。お前にあれだけ正直に話せって言ってたのに、ごめん。それだけじゃない。僕の気持ちが定まってないせいでお前まで巻き込んだ。定まっていない？クラス優勝したい。先輩がいて後輩がいて、これから先もう二度とないこのクォーツで僕はクラス優勝がしたい。クォーツのために歌いたい。全力で力の限りクラスを優勝に導けるように歌いたい。歌いたいよ城田先輩。
シルト先輩も本気だな。答えてあげたいな。あ、体力ねえわ。休まねえぞ。いいか、休もう。おやすみ。マジイケメン彼氏なんだけど。これさ、本当思うんだけど、これ歌唱レベル、ここまで美月先輩との最高のストーリーを見た後にさ、歌唱レベル足りなくて、最高のエンディング見れないとかってオチ絶望だよね。マジ、今やってる人たちも、この、なんだ歌唱レベル上げか。夏からしっかり頑張って上げてってな。夏が一番入るから。で、姫彦通りか、モナか、ダンスルームか。特訓中のフミ先輩に会いにも行きたいけど、ユニベル劇場で何が行われてるのか見たくない？ちょっと見てみようか。もうね、好感度も足りてるし、ちょっと自由に遊ぼう。あれ？司先輩。あれ？おしなり先輩？ああ、もう卒業で、ここから出るんだなとかって思ってんだろうな、きっと。寂しそう。劇場に入っていった。劇場、今、空いてるのかな？空いてる。公演の準備が始まってる？歌ってる。いや、歌ってるわけじゃないか。大声出してる？あーは！え？すごい歌声、劇場に響く。あら？ふぅ。あら、入る、ミス。あ、お疲れ様です。お疲れ様。こんなところでどうしたの？おしなり先輩が劇場に入っていかれる姿を見て、ついてきちゃったの？あら、かわいい。おしなり先輩は、どうして劇場に？喧嘩？え？緑川先輩と？え？ユニベール劇場に私の歌声が負けないか張り合ってるの？あ、そっち？ここは優しくて暖かいけど怖い場所だから。そうだな。挫折とかも結構ここで経験してるからな、宗師だって。さてと、喧嘩し終わったし帰ろうかしら。喧嘩の結果はどうでしたか？ふ、ご想像にお任せするわ。勝ったのかな？負けたのかな？なんかいろいろ葛藤してんだな、先輩も。あともう1ヶ月切ったよ。てかもう最終回近いな、これ。走るか。たまには武道行く？いや、いいや、走ろう。うん、走ろう。青春に向けて猛ダッシュだ。ユニベール公演のダンス、中作りのキルツェのフリーレすんぞ。王国キルツェのダンスだ。この株にはアルバイン小国の国民たちが敵国クアトラの名を奪い、霊国として支配してきたことを受け入れてしまっている現状への自戒と、国と自由を奪われたクアトラ共和国の人々が郷里を思う気持ちが込められてる。アルバインの人々にひそやかであっても国家に対する疑念を抱いてほしいというキルゼの面々たちの思いと一緒にね。ハード、いや、ノーマルにしとくか。やめよう。舞踏を上げてないのにハード行くのはちょっとボロボロにされる気がする。ズタボロにされる、多分。来い。なんか俺のこのコントローラー L ボタン調子悪いんだよね。なんでかな。なんかね、少し。
簡単すぎてちょっと逆にリズム取りづらかったわ。ミスった。もうちょいハードぐらいでちょうどよかったかも。結構激しい曲だね。舞踏力上げれば踊りやすくなるから、ダンスに自信がねえならダンスの授業を受けとけよ。俺が振り入れするのもこのダンスとあともう一つで最後だ。やめてくれ、そんな終わりのカウントダウンしないでくれ、悲しくなる。大事に踊ってくれよな。踊ります。そっか、踊りの振り付けももういなくなるのか。ああ、そっか、そうだな。クオーツマジでやばいじゃん。先生たちにも頼ってかなきゃな。よーし。そのことクオーツの生徒たちみんな個人的に頑張ってきたよな。おーし、授業前にダンスの稽古やってくぞ。あ、すずくん、おはよう。おはよう。中津国のキルツェ、めちゃくちゃかっけえよな。うん、かっこよかった。絶対完璧に踊れるようになりて。すでに昨日から踊りまくってるし。すごいね。城田先輩も一緒だったんだよ。え、城田先輩が？やっぱふみさんのラストの振り付けだし、ちゃんと踊りたいんじゃねえのか？そうか、そうだよね。やっぱ美月先輩気合い入れてんだな。走ってる。あはー、やばいやばい。もう24日よ。あ、やばい。これもこのまま3週間前手前まで来るよ。もうイベントも起きない。あ、でもそろそろ稽古起きそう。あら、どうした？カイさん、お疲れ様です。どうかされましたか？今日、ミツキと少し話したんだ。お？城田先輩と？たわいもない話だ。ただ？そんなたわいもない話をミツキからされるのが久しぶりだった。俺は、お前とミツキの味方でいたい。カイさん。え？お前たちには助けられたからな。そんなことないよ。俺たちも助けられたもん。ギブアンドテイクだよ。なんかこういう時に使う言葉じゃない気がする。いや、あってはいるんだろうけど、なんかダサいよね。あ、イベントだ。イベント来たけども、じゃあ今日の稽古はここまで。稽古ここまでだし、ちょこちょこストーリーも長くなってきてるんで、一旦ここで区切ろうかな。はい、それではシアンでした。またね。